ぜひともご挨拶をしたいとの思いで駆けつけていただきました日本維新の会吉村博文共同代表でございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本維新の会共同代表大阪府知事の吉村です。いやー皆さん本当ありがとうございます。この日曜日の夕方なかなかお集まりにくい時間帯にこうやって多くの皆さんお集まりいただいてまた足を止めていただきまして本当にありがとうございます。もう感謝しかないです。まありがとう。山下さんもね頑張っていくんですけど山下さんと一緒に頑張っていきたいと思いますんでどうぞ皆さんよろしくお願いします。僕今大阪の知事をやってますけれども僕から見て、まあ、大阪から見てね奈良はもっと力ありますよ。奈良のポテンシャルはすごいと思いますよ。皆さんがどれぐらいそういうふうに思われてるか分かりませんけどもすぐそこ今東大寺でしょ、世界的な遺産もたくさんある歴史が深いこんなの東京にも真似できないし大阪にもない素晴らしいものが奈良にもあります。これが本当にきちんと発信できてるんですか、奈良のパワーっていうのを本当に見せつけてるのか、まあそれはできてないなというのは正直思います。というのは何が問題かというとやっぱり政治行政ここがちょっと古すぎる。東京からの官僚出身の知事さんがずっと戦後ずっとなんでしょ、今まで奈良で民間出身の知事さんは誕生したことがないっていうじゃないですか。戦後ずっとですよ。これはやっぱり僕はねやっぱり奈良で一度ぐらいは民間出身のリーダー誕生させるべきだと思ってます。というのも大阪も偉そうなこと言えません。維新の会が生まれる前橋本さんの前の知事さんも同じでした。中央省庁からやってきた高級官僚の方が知事になりましたけれどもその時どうだったのか、維新の会が生まれる前むちゃくちゃでしたよ。僕は今大阪で知事をやってますからよくわかります。ひどかったんです。当時橋本さんが涙を流しながら破産会社やんかというところからスタートしました。その通りでした、大阪の財政は大赤字だって。維新の会が生まれる前10年前あの大都市大阪であれだけ企業がある大阪で10年間ずっと赤字でした。それが今維新に代わって15年間ずっと黒字です。それだけじゃないですよ。まあね借金も多い、そして借金が多いだけじゃありません。借金を返すための貯金ここに大穴がいてたんです。こんなのありえないんです。借金を返すために積み立てなきゃいけない預金というのがあるんですけどそこに大穴がいてました。その金額なんと5200億円、むちゃくちゃです。でしょ、一体当時の知事さん何やってたのかな。で5200億円の大穴開いてたけどもこれを一生懸命埋め戻してきました。なんでか子供たち孫たちにつけ回すでじゃもうやめよう。5200億円開いた穴橋本さんの時代松井さんの時代そして僕の時代一生懸命埋め戻してきてこの令和5年でその埋め戻しは完全に終了します。大阪市長をやってからもよくわかりました。役所のメンバーは真面目な職員が多いです。一生懸命仕事をする職員が多い。でもすごい違和感が僕の中にありました。どういう違和感か、ああそういうことかよくわかりました。何かっていうと今までお金を稼いだことがない、1円を稼ぐのがどんだけ大変なのか、そういったことを経験した人がない人ばっかりが集まってる。これが役所組織なんです。中央から来る官僚の人もそうですよ。そりゃおかしいんです。感覚がお金を使うことはどんどんやりますけれどもいかにこれ納税することが大変なのか、お金を稼ぐことが大変なのか、1円を稼ぐことが大変なのか経験してないんです。悪気はないんですよ。だからこそやっぱり知事やリーダーがピシッとやらないとどんどんおかしなところにお金が流れていってしまう。それが証拠であの大阪府も大阪市も大都市なのに破綻寸前だったんですから、マイナスからのスタートでした。これをなんとか立て直して5200億円の穴埋めも終了します。そうなってくると僕はこういう社会を目指したいと思います。どういう社会か、これからどんどんそれは少子高齢化にもなりますけれども
大阪で生まれた子どもたち、これこういう奈良で生まれた子どもたちですね、大阪で生まれた子どもたちはどんな家庭環境で生まれても、どんな家庭の状態であったとしても、ああこの学校で学びたいな、ここに行きたいな、ここで自分の道を開きたいな、そう思えばそれが準備されている社会を作りたいと思います。だから大阪の子どもたちは全員を対象にして、公立も私立も高校授業料は完全無償化、これをやります。全員が対象です。でもね、拍手してくれてありがとう。でもこれは増税してませんからね。借金は減らしながら財政を立て直してやってきたんです。だからね、腹立ってしょうがないんですよ、前の知事さん。本当は僕は大阪市長を一期やったから4000万円、給料以外に退職金4000万円ですよ、本当だったら。知事2期やったから8000万円、3期目チャレンジしてるから1億2000万円、年末ジャンボ宝くじ。ああじゃないです、お母さん、これ税金ですからね。豪邸が建つんじゃないですか。おかしいんです、こんなの。このおかしな感覚を感じれなかったのが前のじいさんなんです。だからこれもゼロにした代わりに、でもそういった高校も無償化で、もう一つはね、大学です。奈良にも奈良県立大学ってありますね。大阪にも大阪府立大学っていうのがあるんです。大阪市も大阪市立大学っていうのを持ってました。この私立大学と府立大学を合わせて大阪公立大学っていうのを作りました。強烈な大学ができましたよ。医学部もあれば獣医学部もあって、いろんなこの福祉のことも学べるし、いろんなことが研究できるような強烈な大学が出来上がったのが大阪公立大学です。全国の国公立大学で東大阪大に続いて3番目に規模が大きいのが大阪公立大学。東京都立大学より規模が大きいんです。いろんなことが学べます。ここで学ぼうとする大阪の子どもたちは入学金も授業料も無償、全員を対象にします。全員が対象、医学部も対象です。法科大学院も対象。よく考えたら金持ちしか医者になれないんですか。僕はそんな社会真っ平ごめんです。いや別に医者になる必要はありません。子どもがどの道選ぶでも自由ですけれど、ああこの道行きたいな、ここを学びたいなと思えば学べるような、その道が開けているような社会を作りたいと思います。 100% 完璧は無理です。これ無理、理想論かもしれないけど、そういう道に一歩でも近づけたいと思います。それが政治だと思ってます。政治の力でそこに一歩でも近づけていきます。でもこれはね、増税してませんか、財政破綻寸前の大阪府と大阪市を立て直しながらここまで来たんです。そして今となっては、まあね、やっぱり成長も必要ですから、大阪関西万博もできるようになりました。10歳若返り万博ですから、元気で来てくださいよ。合ってますよ。でね、150カ国の国が集まって、未来社会はこういうもんだっていうのをどんどん披露していきますから、ぜひそれ見てもらいたい。でね、奈良の子供も大阪の子供も関西の子供も全員来てもらいたいです。未来を作る子供たちにぜひ見てもらいたいと思います。ああこういう社会を作っていこう、ぜひそれをやってもらいたい。ここまでこの関西でもできるを考えたら、大阪も奈良も世界から見たら一緒です。一生懸命僕ら内部でね、ここからここまで大阪府、ここからここまで奈良県、京都府とかやってるけど、関西のエリアなんかを世界的に見たらこのエリアは一体です。だからもっと奈良も大阪も京都も関西がもっと力を合わせて関西を強くする、これをぜひやらせてもらいたいんです。だって東京ばっかりじゃないですか。国会議員もまあ強い国会議員たくさんいますけど、みんな東京の永田町でやってるでしょ。ほんであっちからやっちゃってるから、もう普通の感覚もなくなっちゃって、すぐ増税とかね、借金増やすとか。でも国の借金1200兆円ですよ。どんどん子供につけ回すんですか。まっぴらごめんです。この社会は子供たちは1票ないんです。孫たちも1票ないんです。だからいいんですか。いや僕はそうは思いません。やっぱりそっちの方も向いた責任ある政治をさせてもらいたいと思います。今の豊かな社会を作ってくださったのは高齢者の皆さんです。今の僕は47歳、47年前、子供の数は200万人、でも今は80万人、半分以下です。僕は裕福な家には生まれませんでしたが、でもスーパーに行けば物がある社会を作ってくださったのは今の高齢者の皆さんなんです。僕は感謝しています。恩恵にあやかってるんです。お支えするのは当然だと思ってます。でも何分子供の数も少なくなっちゃってる。僕がおじいちゃんになる頃はより一層そうなります。だからこそ子供たち孫たちが頑張れるような社会を作らせてもらえたんです。
強い経済、これを作っていかなければなりません。孫たち、子供たちがもう下向いてね、もうこの社会嫌だなと思うような社会だったら、こんなのは道は開けないです。高齢者の皆さんをお支えすることもできなくなってしまいます。よくだから子供たち、孫たちが特に教育もお金もかかるし、今高校の無償化と大学の無償化話しましたけど、自分の可能性を、子供たち本人の可能性を高めるだけじゃなくて、これは最後社会に返ってくるんです。僕はそれを確信をしてます。ぜひね、強い関西、これを作っていきましょう。で、奈良と大阪、これセットでね、一緒に成長していけばいいじゃないですか。行き来する人も多いし、こんなの30分で行き来する県内なんだから、もう一つのエリアです。このエリア、関西のエリアは他にはないんです。奈良にしても、京都もそうだけど、世界的にも都があって歴史資産がたくさんあって、こんな素晴らしいエリアは世界にないですよ。日本にもありません。僕は万博や何やでいろいろ世界ぐるぐる回りましたけど、アフリカ行ったりヨーロッパ行ったり、ね、中央アジア行ったりいろいろやりましたけど、この日本のこれだけの、歴史があって素晴らしいエリアなんて他にないです。もっと自信を持って、もっと発信しなきゃ、もっと力が発揮できるんです。政治が古いんです。一つだけ皆さんに最後言わせてください。日本維新の会、確かに国政政党まだまだ弱いです。自民党と比較したら層も薄いです。まだまだこれから頑張らなきゃいけません。でもね、地方の政治においては僕は絶対自民党に負けてないと思ってます。あの昔のおかしな自民党の政治、地方のあのいい加減な政治、ここには負けてないと思ってます。現にやってきたんだから、大阪の地方政治で歯を食いしばってやってきたんです。これをね、ぜひ奈良でも、奈良はずっと官僚出身の方が知事やられてきましたけれども、一度民間出身のリーダーでこの奈良の良さをどん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 発揮していこうじゃありませんか。ぜひね、皆さん、山下さんと一緒に、私も山下さんとばっか言ってるけど、僕も頑張んなきゃいけないの。だからね、一言、話して長いけど、一言で まとめたら、頑張りますということだから、大阪、奈良、関西は力あるんだから、これを発揮していきましょう。ぜひ皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にね、奈良は美味しい食べ物いっぱいです。すごいですよ、こんなの。ありがとうございます。力を合わせて頑張っていきましょう。ありがとうございました。ただいま、お伝えをさせていただきましたのは、日本維新の会共同代表の吉村弘文共同代表でございました。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。皆様と共に一体となって、この奈良を変えていきましょう。どうかよろしくお願いいたします。長い時間いただきまして、本当に